ホームチャンネル。はい、今日紹介した一着はこちらのエビスの、トラックジャケットです。ジャージですね。前面がこんな感じで、エビス様とですね、エビス大阪ジャパンとこう刺繍ががっつり、この辺全部刺繍です。刺繍が入ってます。これも全部刺繍です。でボタンもですね、ボタンじゃない、このジッパーの頭もですね凝っていて、こういう感じになってます。家紋的なのが入ってます。で素材がですね、あのジャージでもこのツルツル系の、素材になってます。でこの辺の袖もですね、ずっとこう家紋が入ってます。これかっこいいですよね、袖にガッと入ると。これ袖が入ると入らないとだと全然イメージは変わってくると思います。これでこの袖のこのラインが重要だと思います。でこのメインのジッパーのところもこんな感じで家紋が入ってまして、山根と入ってます。で背中部分はですね、このエビスのカモメマークがバーッと、これも全部刺繍で入ってます。で中綿とか普通のジャージなのでありません。薄い感じですね。春とかそういう春夏にいいと思います。でエビスジャパンのこのタグが入ってまして、こんな感じですね。本当にエビスが好きな方でしたら、このまた黒がかっこいいんですよね。なんか赤とかもあったと思うんですけども、黒にこの金色の糸っていうのがまたエビスらしいというか、かっこいいと思います。以上、エビスのトラックジャケットの紹介でした。